人少ないんで緊張してないです。大丈夫いける、はい、集まってきました BB の人たち来てますいい、はい、緊張してきましたできる自己紹介自己紹介するんですか。自己紹介するでしょう。緊張してきます、ね、ちょっと自己紹介してみていいか。6年目の打撃投手の大塚です。完璧。やばい気をつけようです本日のゲストは読売巨人軍打撃投手の大塚さんです。どうぞ。よろしくお願いします。あ、どうぞどうぞおかけいただいて、はい、もしよかったらあの YouTube で元木コーチからあのたくさん練習をね、はい、させられていたと言ったら申し訳ないですけれども、はい、練習をしていましたので、あの自己紹介をもう一度ここでお願いできますでしょうか。はい、6年目読売巨人軍打撃投手大塚です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、見てた見てたという感じでね、あのファンの皆さんも今拍手をしてくださっていたんですが、あの頃すごく元木コーチと自己紹介の練習されていましたけれども、はい、はい、あれはどうして始まったんですか。元木さんの近くにいたからです元木さんの近くにいたら、元木さんの近くにたまたま行ってあの捕まりました。このキャンプで嬉しかったことベスト3を伺おうかなと思ったんですが、ここで今カメラの前に元木コーチがいらっしゃいました。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、聞かして聞かして。大塚さん、はい、自己紹介お願いします。改めて気をつけて、はい、気をつけて立って気をつけて。見ましたね、この場面、はい、ちゃんとカメラ映るように気をつけよ。こんにちは、読売巨人軍打撃投手大塚です。何年目あ、6年目です。6年目読売巨人軍打撃投手大塚貴人です。よろしくお願いします。のぞきコーチいかがでしょうか。ちゃんと楽天から来たとかそういうのちゃんと説明入れなきゃダメでしょ。なるほど、出身を気をつけ、はい、長くなってきてるのに、はい、楽天最初から楽天も入れなきゃダメでしょ。はい、最初から6年目楽天イーグルスから来ました打撃投手の大塚です。下の名前が入ってないやん、もう忘れてんじゃん。はい、最初から楽天から来ました打撃投手をしてます大塚貴人です。よろしくお願いします。何年目忘れてるやん、もう。はい、最初から、はい、最初から。多いですね。すごい、多いですね、じゃない。項目がね、いろいろとある。項目なんか簡単じゃん、そんなの。6年目どうつけ、はい、楽天から来ました6年目打撃投手大塚です。大塚貴人です。よろしくお願いします。6年目2回言ったからダメ、最初から。ちょっとあの緊張してなんか今あれなんですよ、もう考えられなくてちょっとパニックになってるんで。大丈夫ってさっき言ってたじゃん、もう慣れてきちゃってって言ってたじゃん。楽天から来ました6年目打撃投手の大塚貴人です。よろしくお願いします。いやいいね、いいね、いいね、いいね。趣味は、趣味、趣味ですか。趣味、趣味は最近は放送事故しゃべりなさい。オフはどんなことをされてるんですか。オフはですね、結構ぼーってしてますね、部屋で。しょうもな。アメリカンビレッジも行きました。おお、観光地ですね。どうやった。そこもなんか観光地っていうアメリカみたいな感じです。アメリカって感じ。なるほど、はい、アメリカって感じ。どんな感じなの。あの海外でよく見るような、あ、アメリカアメリカですね。アメリカっていう感じです。外国人の人ばっかりだ。いや、すいません、そこまでちょっと確認してなくて。そこまで確認してない。はい、何人だったの。すいません、ちょっとあの、忘れちゃいました。出せ出せ。おにぎりのやつです。スパム、スパム、もう食べました
スパム食べて。スパム美味しかった。はい。髪の毛を切りに行ったんですよね。そうです。行きました。ボス取って。それがそんな恥ずかしくない。誰もそんな着ない。ちょっと帽子取ってみて。じゃあ帽子取ってみて。あ、いいやんか。爽やかなって。スッキリついて。どなたと行かれたんでしたっけ。安倍さんです。ヘッドと。はい。行って二人で。と浅井さんと三人で行きました。すごいね。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。はい。いや、俺も練習中だからさ。はい、みんなが始まってますよって言って、はい、やばいですって言うから来てやろうと。ありがとうございます。助かりました。あと何分ぐらい？もうそろそろお時間。あと1時間ぐらいだって。もう持たないです。気をつけ。じっとしなさい。ありがとうございます。最後に自己紹介して。はい、最後に自己紹介。最後に自己紹介して終わりなさい。みんなの方見て。6年目楽天から来ました打撃投手の大塚隆人です。今日はありがとうございました。よくやった。すごいすごい、一番お上手でした。もういけるな。はい、ご苦労さん、ありがとうございます。元木コーチ、ありがとうございました。急遽ご参加いただきました。さあ、ということで本日のゲストは読売巨人軍打撃投手大塚さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。やべえ、スキー投手やべえ。何点ですか？120点だよ。おぉ120点だよ。110点いただきました。出てね。お願いします。あ、すみません、大丈夫ですか？明日、じゃあ明日も。いや、やばいっす、それは。心の整理。心の整理。はい、わかりました。じゃあ明日もよろしくお願いします。いや、やばいっす、それは。お願いします。お願いします。ありがとうございました。あ、どこに行ったの？違います、本当にお願いします。